コンダオ諸島は、ベトナム島南部、バリアイコールブンタウ省の群島である。全域は、バリアイコールブンタウ省コンダオ県に属する。コンダオ諸島は、ブンタウから1 8 5キロメートル離れた沖合にあり、大小16の島々からなる。陸地面積は、合計75.15平方キロメートル、最も大きなコンソン島のみ有人島で、約7000人が暮らす。 コンソン島には、コンダオ空港があり、230キロメートル離れた、ホーチミン市との間に空路が開設されている。島々は、様々な時代に形成された、岩上岩からなっている。バイカイン島、カウ島、ボンラン島は、白亜紀の結晶室の新生岩からなる。コンダオ諸島の北の島々は、石英戦力岩と中世代後期から、新世代初期の河口岩からなり、 部分的に第四期の海洋堆積物に覆われている。南の島々と場島は流門岩と時期不明の貫入岩体からなる。コンダオ島の西側斜面は戦力岩と新生岩を貫く、石英体が剥き出しになっている。諸島はかつてのール王朝の支配地域でアリコトララッチという名で知られ、17世紀までに金属が定住した。 1702年7月16日、イングランド王国イギリス東インド会社は、コンソン島に入植地を作り、インド、中国航路の集散拠点とした。3年後の1705年3月2日、イギリスの駐在員たちは、ベトナム人らに殺され、工場は破壊され、また残った者たちも島から追い出された。ベトナム現庁の内噴の最中の1787年、吉高邸は、 フランスとベルサイユ条約を締結し、コンダオ諸島をフランスに割上した。しかしこの時はフランスは、吉高三角の支援に失敗し、条約は破棄されている。あと2861年、諸島はフランスの支配下に置かれた。フランス領インドシナ政府は、コンダオ諸島をプロコンドレ諸島と呼んだ。これは、諸島のマレー語での故障に由来している。その後、 コンダオ諸島は、虎の檻のニックネームで知られる劣悪な官房を持つ、コンダオ刑務所として、悪名を馳せた。ベトナムの民族主義者たちはこの刑務所に送られ、刑期を過ごした。後には、南ベトナム政府により、ベトナム人共産主義指導者たちも、また、ここで、再教育された。19世紀以降、延べ20万人の政治犯が収容され、2万人以上が、死んだ。 現在は、ウミガメの産卵など豊かな自然と、ベトナム独立、革命運動犠牲者の慰霊を目的に、観光客が多く訪れている。1984年、諸島のうちの多くの島々が、コンダを国立公園として保護下に置かれた。この環境保全地域は1998年には、さらに拡大された。一気内で保護対象として扱われる動物にはタイマイ、青ウミガメ、 イルカ、ジュゴンが含まれる。保護対象となる生態系には、海藻モバ、マングローブ、サンゴ礁が含まれている。コンダオナショナルパークと、世界自然保護基金はさらに広い海域での保護活動、海藻モバ、サンゴ礁の保全、そして持続可能な観光産業の確立に、尽力している。諸島の行政は、バランスの取れた開発を目指し持続可能な、 環境資源の活用に力を入れている。ありがとうございます。